遊ぶぞ。よっしゃ、もう遊べるやろ。もうできるな。春はだいぶもうできるようになったからな。しゃあ来いや、来い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 。タイミングがな、大事なんや。お、わかるで。お、よし、やるかやるか、よし。あんたが走って、いや、あんたが走るやろ。それで春がこう、いい感じや、いい感じや、いい感じや。いいやんかな。わ、すごい成長を感じるぞ。お前、春は賢いからな。素晴らしいな。春は賢いからな。行くで。何もできなかった。お前が行くで。今成長するなんて。あれスティーブは、あれ、え、感動しているところですね。行くで。じゃあもっか行くで。うん、実に素晴らしい。おりゃ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 おいい感じやと思うんや。おるきゅうしょぶりきゅうぶりきゅうりいい感じやろ。何か違うんよな。見て見て見て、いくで。動き自体はそっから回ってすごく良くなっとんやけど、わもうそれや、最終的なわの部分に勢いがないんや。うん、春はやっぱり賢いな。にしたってなんか、なんであんたそんな勢いないん。完璧やって、なんなんだろうか。いや、2022年も終わりだね。次は何年かな。2023年だ。当たり前か。煩悩しりとり、煩悩しりとりしよう。煩悩のう、スティーブ。うんち。お前それ煩悩か。え、煩悩か。あ、そうや。集まるところ、うんちと発言したい気持ちみたいな。しょっぱなから納得できねえけど、まあいいや。次、ち、チョロ足。チョロ足、はい、チョロ足のし。次、スティーブ。今別に答えたわけじゃないんやけど、もうええわ。しっぽを振る。それは煩悩じゃねえだろ。自分でコントロールできんから煩悩や。あ、そうなんだ。じゃあいいや。次、チョロ足、ル。だからチョロ足じゃなくて春なんですよ。ル、留守番は嫌だ。てか先生も言ってくださいよ。そうだそうだ。ダンボール。いや、ダメやろ、お姉さん。それと全然ボンボンとは違うで。何なんそれ。それは、ちょっと言うと意味がね、詰め研ぎがあるんじゃないの。詰め研ぎをしたくなるから。詰め研ぎだっつってんだろ、詰め研ぎ。本能だ、煩悩じゃなくて。良いお年をだっつってんだろ、この野郎、バカ野郎。なめんなよ。良いお年を。良いお年を。